マリア一世、ペドロ三世とマリア一世、マリア一世は、ポルトガル王国女王。ジョゼ一世と、王妃マリアノビトーリアの娘、経験女王と呼ばれる。崩御するまで24年間の長きにわたって、完全な狂気に陥り、ブラジルにおいては、共助ドナマリアと呼ばれる。在位中に、宮廷のブラジル移転及びポルトガル・ブラジル及び、アルガルベ連合王国の成立という、 ポルトガル海上帝国において重大な転換点を迎えた女王であった。1760年6月、父の弟ペドロと結婚する。女王の死生活は即位後7年の間に母、夫、長男女性王子を相次いで失う不幸に見舞われた。加えて革命で退位したルイ16世と王妃マリー・アントワネットが処刑されたことが大きなショックとなり、 1791年に、マリア一世は精神に異常をきたした。このため1792年以降、三男、ジョアン王子が摂生となった。ポンバル公爵の行き過ぎた独裁を是正したが、工業化を継続、道路、運河の開設、鉱山の検査、織物業の技術改良などを行った。 1740年以降、イギリスをはじめとする諸国との貿易収支は黒字であり、1789年に諸国と結んだ通商条約の結果、ポルト産ワイン、ブラジル産砂糖などの輸出が増加した。ブラジルとイギリスの間の中継国として繁栄を極めていたポルトガルは、1789年のフランス革命勃発で事態が悪化する。 1793年、カタルーニャに侵入したフランス革命軍と戦っていた、スペイン軍に援軍を派遣した。当初は優勢であったが、後に敗北が重なると、スペイン王カルロス4世は態度を表現し、1795年に、フランスとバーゼルにおいて和平を結んだ。最小マヌエルデ・ゴドイは、革命政府に、ポルトガル占領を定義した。1801年、 1> 第1失政に就任したナポレオン・ボナパルトが、スペインと同盟を結んで、ポルトガル攻略を開始、越境したスペイン軍が、アレンテージョ全域を占領した。ポルトガルは、フランスとの講和の道を探ったが、オリベンサの城と、ブラジル北部割場、250万フランの支払い、ポルトガル国内の港のイギリス船への封鎖という、条件は、1805年のトラファルガーの戦い後、 海運貿易ルートのイギリス依存を強めるポルトガルが受諾できるものでは到底なかった。1806年、ナポレオンの大陸封鎖令が発令されるが、ポルトガルはこれに従わなかった。ナポレオンはスペインと密約を結び、ポルトガルを三分割して、一つを最小五度位の王国とすることに同意した。1807年11月、 ジュノー将軍の軍勢がポルトガルに侵入する。殺傷助案はイギリス国王ジョージ3世と密約を結んでいたため、王家の乗ったポルトガル艦隊はイギリス艦隊に守られてブラジルへ避難した。多数の貴族や裕福な商人たちも加わり、合計1万人が王室と共に脱出した。1816年、マリア1世はリオデジャネイロで崩御し、 市内のサンフランシスコでパウラ教会に埋葬された。ポルトガル王家の本国帰還後、棺が移送され、現在は自らが建てたエストレラ大聖堂に埋葬されている。王宮から馬車で定所加工へ急ぐ際、状況を理解できない。マリア一世はどこへ行くのかわからず、そんなに急いではいけない。国民は私たちが逃げようとしていると思うでしょう。と言ったという。 夫ペドロ3世との間の子供、ありがとうございます。